い、こんにちは、ちよです。前回のですね、2個前に作った蝶々の 3D の髪飾りなんですけども、あれいいんですけど、まず油性ペンでやってしまったので、ちょっと水性ペンを買ってきたので、これ100均さんです。ワッツさんなんで、どこにでも売ってると思います。キャンドゥさん系列ですね。それをちょっと使いたいのと、あとちょっとこの間のやつをライブでやってしまって、トータル2時間50分という、映画よりも長いんじゃねえかっていう動画になってしまったので、見るのがすごい苦痛だと思うので、今日は普通の動画で 3D で、胡蝶しのぶさんのやつを作りたいと思います。使うのはですね、初めて見る方は、100均さんのものしか使わないです。まず和の色。これは、セリアさんとかダイソーさん以外の100均さんに売ってます。私は、昨日ワッツに行って、シルクさん系列ですね。だから、セリアさんとかに売ってます。和の色と、あとこれも、そこに売ってました。ワッツに。だからシルクさん系列ですね、結局。まあ、どころはダイソーさんにも売ってます。100均さんに売ってます。で、土台にするのはポニーフックのこの四角スクエアのやつですね。ポニーフック。これを使います。セリアさんです。で、白は何でもいいです。持ってらっしゃるので。私はアクリル絵の具の、これはダイソーさんかな。セリアさんかな。まあ、100均さんに売ってます。で、これは大事なんですけど、3D 型の蝶々ができるシリコンマットで、これはセリアさんです。はい。ここまでです。で、前回の、ライブの時は蝶々の模様を入れてなかったんですけど、今日はちょっと入れれるかどうかなと思った。平面のやつは1個前の動画の平面のは入れれたんですね。ここの周りの枠が結構大きかったので、で、これはね、入れられるかなっていうところなんで、ちょっとそこを、でもただそこも再現はしたいんだよなみたいな感じで、ちょっともう一回取り直しというか、もう一個作りたいなと、ちゃんとっていうか、この間もちゃんとしたんですけど、あの時はまず 3D でできるかどうかっていうライブだったので、で、できたので、結果的にから言うと。なので、今日はその模様をちゃんと入れて、胡蝶しのぶさんのやつを作りたいと思います。より胡蝶しのぶさんに近づいたやつですね。を作りたいと思います。最近ちょっと胡蝶しのぶさんの髪飾り続きで、ちょっとごめんなさいね、立て続けになってしまって、もうそろそろやめますそろそろ本当に違うもの作ります。違うオーダーもちょっといただいてるので、そっちも進めます。で、ですね、まず模様のところを入れるんですけども、和の色の、私は朝緑ですね、朝緑を使います。これにちょっと今日は白を入れたいですね。ライブの見ていただいてもいいんですけど、2時間50分なんで、YouTube 見るとき、最速にしても2倍速が限界なんで、2時間50分を2倍速にしてもすごい長さになっちゃうんですよ。それがちょっと申し訳ないので、今ちょっと撮り直しをしています。あの時はまあ、だから 3D で髪飾りが、蝶々の髪飾りができるかっていう検証だったので、今日は胡蝶しのぶさんのデザインっていうか模様でいけるかという感じでやっています。ちょっとこれはね、結構ここの周りが一つ前の動画に比べて
ないので、この模様が入るかなんですよね。この周りなんですけど、本当はねちょっと白でいこうかなとも思ったんですよ、一瞬模様を。ただやっぱちょっと本物っていうか本物に近づけたいので、せっかくやりってるので、ずっとやっぱ緑なん、黄緑っぽい色なんで、ちょっとあんまり魔法のペン必要ないかもしれない、狭くて。あ、ごめんなさい、レジンだけはちょっと100均の、私はちょっと使ってないんですけど、100均さんに透明レジンは売ってますので、今あんまり手芸屋さんとか行けないんでね、100均さんで全部揃えます。100均さんもあんまり密集してる場合は気をつけて行ってください。私はねちょっと昨日、そう、ワッツだから、こっちキャンドゥさんとかシルクさんとかないんですよ。ワッツさんっていうのが多分その系列なんですけど、ちょっと自分の病院だったんで、そのそばだったんですよ、通りがかりにあったので行けたような感じ。病院がねこっからね車でね余裕で昼間は1時間ぐらいかかる場所にあるんでね、ちょうど行ったんでちょっと寄りましたね、チャンスと思って。そうしたらさ、新作とかなんかあるかなと思って超楽しみに行ったんですよ、レジン用品。なかった。やっぱ今一番、なんだろう、レジン力入れてる百均さんってやっぱダイソーさんなんですかね。ダイソーさん新作ガーって出たじゃないですか、この間。セリアさんもなんか出てるっていう情報もらうんですけど、うちの一番そばの、うちの近くにあるセリアさんね、レジンの新作ないんだよね。昔販売してたやつをなんか、売ってる感じ。だから最低必要限なものがある感じ。この蝶々の 3D のシリコンまだ売ってますね。その辺は助かりますけど、私はこれ、ちょっと昔買ったやつです。2年ぐらい前になるのかな。私は去年1年間がすっぽり抜けてるんで、2年前だな。そうだな。去年1年はやってないので。その前かな、ちょっとダイソーさんに私用があって行ったんですよ。そう、それでね、藤の花の造花ですけど、売ってたので、買ってきました。そして店に飾ってあります。もともとその垂れ下がってるのが私好きな、しだれ桜も好きだし、アクセサリーもぶら下がってるのが好きなんで、もちろん藤の花はめっちゃ好きなんですよ、私。紫だし、紫も好きですし。なので、今お店には入り口に藤の花が垂れ下がっております。一応、これを、藤の花を飾ったから、うちの店には鬼は来ないよって言って、Facebook に載っけてあります。これ分かる人一部しかいないっていう感じだけど、なんかもう、鬼滅に関してはもうなんかすごい知名度があるから通じてくれるかなって思って、まあ、鬼滅の商品取り扱ってるんでね。はい、じゃあこんな感じで点々配置したので硬化します。はい、硬化しました。ひっくり返しても硬化しました。じゃあ次、この間ちょっとラメ使ったんですけど、今日江戸紫使います。
ちょっと白で、紫だとちょっと色がねきついんですよね。ラメオのセリアさんとかによってそのこの和の色と同じような箱に入ってるやつのラメ入り絵の具っていうのがあるんですけど、ちょっとそれ入手できる方はちょっと少ないらしく、こっちの和の色は昔から売ってるのでこれを使ってみます。ちなみにラメのやつはこんなパッケージなんですけど、これはちょっと私も結構入手ができないぐらい、あのセリアさんに今売ってなくて、こっちの和の色は売ってたんですけど、昨日ワッツさんに、ただそこも全然品薄でしたね。でラメ入りの方は本当に入手が全然できないっていう方が多かったので、ちょっとこの和の色でいきたいと思います。前回の多分動画はあのラメ入り使ってます、パール、あの紫色は。でこの枝紫だとちょっと濃いので今ちょっと白入れました。いい感じ。胡蝶しのぶさん目の色も紫なんですよね確か。色はね本当に自分があこの色だなって思う色を作ってやってみてください。じゃあ今度これをですね、周りの縁に入れます。一応魔法のペンは装備します。面倒が入ってるよね、入ってます。遅いですね。ドライブだとね結構あのいつも私のドライブ長いんで映画普通に超えるんで、映画ってだいたい2時間じゃないですか。前回の動画びっくりしましたね、2時間50分とか言って、おいみたいな。全然私に興味がなくさ、ただ単に胡蝶しのぶさんのそこの 3D 使ったらどんな感じになるんだろうって見るにしてはちょっと 長い動画だなってな思ったので、自分的になので撮り直してます。どうしてもね、あのあで紫はねごめん、こっちの先っぽまで入れます。どうしてもライブはね皆さんと話してるから長くなっちゃうんですよ。永遠と5時間ぐらい普通にやっててもいいぐらいなんですよ私はね。ただ後々 見返す動画にしてはちょっと長いなと思ったので、まあ検証ですねライブは主に。皆さんがついているから何かあった時にアドバイスもらえたりするような感じで。ということでこの間は成功したので、今日はそのやつを柄入りでいきたいと思います。
この間はまだ 3D で成功するか分かんなかったので、ちょっとこの柄は省いたんですよね。これで借りこうかしら。このライトが結構強いので軽く借りこうかしておけば、もう一個を作ってる間に垂れてこないです。でこのシリコンマットすごい薄いので、レジンの量もそんなに使わずできます。じゃあこっち側も周り同じようにします。で硬化します。裏表硬化します。はい、硬化しました。ひっくり返しても硬化しました。次ですね、勾配、ここ、これもちょっと白で薄めます。入れます。ただこれは蝶々の内側です。なんか外雨降りそうで。今日はね、5月9日土曜日です。もうお店開いちゃってるんで、ちょっと雨降ってきそうだから閉めてこよう。ドアが全開されてるんで。
じゃあピンクこんな感じ入れたので硬化します。はい、ピンクの硬化終わりましたので、次先ほどの黄緑のせます。でこれさっきから使って取っとくんですけど、これ蛍光灯の下だと部屋とかでも固まっちゃうので必ず暗いところに置いといてください。私は引き出しの中にしまって使うときに出してます。暗いところだったらね、1週間ぐらいとか硬化しないですね。本当に真っ暗なところ、箱の中とかいいかもしれない。ちゃんとした容器ならね、ちゃんとした容器に入れ替える方もいらっしゃいます。前にやり方を教えてもらったんですけど、私はこのフィルムを真っ平らに、ちょっとここ店なんで引き出しが大きいんですよ。そこにだから広げて置いてあります。お家の場合だとね、なんかの瓶だったら周りに黒いビニールテープかなんかぐるぐる巻きにして、中に光が入らないようにした瓶、小瓶とかに、でもまあレジンとか入れるのでちゃんとした対応する容器で取っとくことはできます。で今黄緑をピンクの周りにというか入れます。さっき小さい可愛い近所のね、女の子が来たんですよ。よく来てくれる子なんですけど、鬼滅の話でちょっと盛り上がっちゃった。まあ距離を置いてお話をしたんですけど、いつもはねこのコロナじゃなければそばでお話するんですけど、鬼滅の刃で何のキャラが一番好きですかとか聞いてくれちゃったから可愛くてつい話しちゃったけど、私何が好きですかって言われてふと、私は一体誰が好きなんだと思っちゃった。ごめんね、まだそこまでハマってなくてみたいな、ちょっと仕事で漫画読んでるとも言えず、ちょっといろいろでも盛り上がってみた。映画でのあの場面楽しみですよねとか、そんな感じで、あ、そうそうそう、あの場面いいよねとか、映画早くやればいいよねとか、そんな話をしてました。うちの子供らが全くもって鬼滅し、全く興味がないんで楽しかったです。可愛いの女の子。じゃあこれ硬化します。ひっくり返しても硬化します。はい、硬化しました。で、あと白なんですけど、ちょっとここでポニーフック、これの台座も白にしたいので、これもちょっと一緒に仕掛けちゃいます。仕掛ける、こんな感じで、多分ポニーテールを言った上に刺すと思うんで、ポニーフックだと思うので。そうだったよね、これは私作り方、使い方間違ってないはずなんだけどな。とりあえず刺してみたんだけど、これなら小学生のお子様も自分で紙を割って自分で刺すだけではできるかなと。これちょっと練り消しに固定します。まっすぐ、はい、こんな感じですね。でさっきちょっと言い忘れちゃったね、ごめんなさいね、紫、ここの身じゃない胴体の部分もこの同じ紫一緒に入れました。言い忘れました、ごめんなさいね。同じ色です。紫入れた時にここに同じ紫入れただけです。はい、ごめんなさいね、言い忘れちゃって。じゃあこれで白はね、ごめんなさい、硬化中に作っておいたのがあるのでこれを入れます。もう残りの部分全部ですね。あとこっちのちょっと土台も入れちゃいますね。
今ね、かなりちょっと郵送はなんかちょっと時間かかるみたいで、メルカリごめんなさいね、せっかく買っていただいて、発送もちょっと私も土日しかお店来れないんで、月曜日とかに買っていただいちゃうと、ごめんなさい、発送が結構土曜日とかになっちゃったりする場合があるんですけど、あ、じゃないや、土日に梱包して月曜発送に今してるんですけど、郵便局この間行ったんですよ、窓口に。そしたらちょっとお時間かかりますって言われちゃって、やっぱ郵送関係も結構ちょっと今時間がかかるみたいです。申し訳ないですね。なるべく発送までを早くするようにはしてるんですけど、してないなるべくします。平日はね、来れる時はちょっと店に子供を預けて取りに来て発送準備とかしたりしてるんですけど、やっぱちょっと今子供が学校なくて家にいるので、平日はあんまり子供連れてはちょっと動きたくないので、細かいところに行き渡らせます。感じですね。行き渡ったかな。今回ちょっとこの柄の部分は私使わないので、後でどうせ埋めてしまうので、特にそこの上は拭き取ったりしないです。じゃあこれでちょっとここ入ってない、裏表硬化します。2フックも硬化します。あ、ごめん、動画ずれてましたね。じゃあ硬化していきます。はい、硬化してきましたので、ひっくり返します。で、次なんですけど、透明引きます。今剥がすと緑を点々としちゃったので、多分それが残っちゃう可能性があるので、一回透明で全部くっつけちゃいます。色も結構分けてるので、そこで多分分解されちゃうと困るので、でここのレジンが何も入ってない模様の部分もできたら透明引いてくださいっていうか、必ず引いてください。ひっくり返した後にそこに色を入れるための下のお皿になるので、透明をそこに引いてください。塊がある気がする。
ここの柄ですね、蝶々の柄に本当はここは入れないはずなんですけど、レジンは避けるはずなんですけど、いつもならあの頑丈に作りたいので、ちょっとここの柄の部分、レジンが今入ってないところ、そこは透明で埋めちゃってください。まあ全てに行き渡る感じです、端から端まで。気泡は取ってください。強度を上げるので、なるべくレジンはたくさんっていうか、あの層をたくさん作りたいので、かといってレジンをこれ大量に使う作品ではないんですよ。あのシリコン自体がすごく薄いので、レジン自体はトータルするとそんなに使わないです。ちょっと表硬化して、ちょっと長く硬化します。今度最後なんで硬化してひっくり返して硬化します。はい、硬化が終わりましたので剥がします。まずこのちょっと胴体の部分、ちょっとつけパターンで胴体剥がします。で蝶々剥がします。ですごい薄いので、このシリコン取るとき気をつけてください。こんな薄いんですよ。ソーロット剥がしてください。こんな感じで、はい、綺麗です。まだ使えます。もう結構これ使ってるんですけどね、全然いけますね。でこんな感じになりました。でやっぱりちょっとここの間に穴が開いてしまったので、ここにレジンを入れたいので、開いちゃっても別に大丈夫です。この後これで止めれば、まあ開いてなくても止めた方がまあちゃんと確実にいけるかと。これで蝶々こっち側ですね、穴の開いてる方、ぺったりくっつけます。心配だとちょっと裏からこすってぺったりくっつけちゃってください。色分けをしてるのでするので、ぺったりくっつけないと色が裏側でにじんじゃう場合がありますので、完全にぺったりつけてください。はい、ちょっとこの胴体まだ使わないので溶かしておきます。こう今この段階でこの薄さですね、全然1センチないです。
らもぺったりくっつけます。この時折れないように、今の薄さなんで 0.5 ないですね、 0.3 ぐらいだと思うんで、まだ今はぺったりしてください。はい、じゃあそしたらさっきと同じ順番でまずピンクから入れていきます。隙間にですね、で今硬化してある部分と今入れてるのはレジン同士なので、あの後で硬化しちゃえば境目なんて全然わかんないぐらいになります。レジンのいいところはレジンの中にレジンの封入物を入れると、あの同化するっていうか、あの自然な感じになります。何かなんだろう、まあ自然になるんですよ、同化するっていうか、はい、そんな感じです。はい、じゃあこんな感じでですね、こっち側もピンク入れて硬化します。はい、今ピンク硬化中なんですけど、土台の方を進めちゃいたいと思います。ここにですね、ちょっとまあキラキラさしたいので、この間使ったこのダイソーさんに売ってるホロ、今も売ってます。これはダイソーさんずっと売ってますね、ネイルコーナーに売ってます。ホロってやつです。開かないなんで、開いた。まず透明レジンを引いて、でこの土台を平らにこれを持ってって、こんにちは。はい、すいません、レジン塗ったところですよね。そしたらこの蝶々の本体というか胴体を乗せます。そしたらこの周りにホロを乗せます。何もな、ここの模様はもう全然お好みで何もしなくてもいいし、私が一個迷ったのは下地を白にしたんで、あの胡蝶さんの柄、あの黒で描く柄を描こうかなと思ったんですけど、ちょっとここあんまり見えないところなんで、ちょっとさりげなく光った方がいいかなと思って、羽の方を全然光らせてないので、私はちょっとホロを選んでみました。はい、じゃあこれぐらいで
ここは土台なんでお好みですね。これで硬化します。で今ですね、こっちの蝶々がちょうど硬化が終わったので、次緑を入れます。はい、取っておいた緑です。これも入れるかな。緑はね、少なくしたいのよ。理由としては模様で周りに点々と入れてるので、こんな感じかな。ここに緑ちょっと入れるかな。じゃあ待ってね。じゃあこれで緑硬化しちゃいます。緑とさっきの土台硬化します。はい、硬化終わりました。ちょっとごめんなさい、今やるときに調整したんですけど、ここに緑を足したのと模様を模様っぽくしたので、空いてたので紫より緑の方がいいかなと緑入れたのと、ここに紫を入れただけです。はい、それだけです。なんか硬化前にね、ちょっと確認とかして、あの柄ここ何色入れようとかした方がいいかもしれないですけど、こんだけ色使ってるので、残りはもう全部白でいきます。やっぱ天気が悪くなってきた。平日は明日から結構晴れなんですけどね、予報は。あ、明日は日曜か。明日は曇りだ、ここ。予報は。観光客はゼロです。あ、そうそう、この間のライブの時はまだうち息子決まってなかったんですけど、うちも5月31日まで休みが延びました。横須賀市ですけどね、三浦市じゃないんけ、三浦市は分かんないです。ということで次男もそのまま引き続き保育園を休ませることにしました。ただ長男がさ、今それで伸びたんで、宿題が結構出たんですよ、学校から。でも結構無理やりな宿題なんだよね。パソコンで学校のホームページから課題をダウンロードして印刷するんですけど、家でプリンターで。それでそれはどうやら今度3年生になったんですね、春から中3。3年生の勉強の予習だと思ってやってくださいって書いてあったんですよ。多分学校の方も結構いけるかって思いながらの多分あれだと思うんですけど、まあ2年生の復習がこの間まで出てたんですね。まだこんなに長くなると思う前を。それは終わらしたんですけど、でも多分もう2年生の復習ばっかりやってもしょうがないじゃないですか。実際は本当はもう3年生なんで。ということで、なんか1週間ごとに1週間分のその課題が出るらしいんですね。で、なんだか知らないけど提出日があるんですよ、1週間に1回。で、うちよりによって隣の市なんで、長男が今電車乗っけたくないので、しかもそれね、出すだけっていう、しかも教室に入んないでくださいみたいな書いてあって、体育館で渡したらすぐ帰ってくださいみたいな内容なんですよ。ちょっとまず電車に乗せたくないっていうのが一つあるので、
まあ本当だったら学区内の子たちはねみんな普通に出しに行けるんであれなんですけど、問題ないことなんですけど、ちょっとうち遠いん で長男の学校ね、別にうちだけじゃないんですよ、結構他からもね電車で来てる子多いんですよね。ちょっと私は郵送でいいかどうかちょっと教頭先生に電話をして聞いてみようかと思ってるんですよね、月曜日。生徒さんもしくは保護者さんでも、保護者様でも OK ですみたいなこと書いてあって、私が行くにしても長男に行くにしても、まあ車で行けばいいんですけど、車で行くと、まあ、とりあえず長女も連れて次男も連れて行かなきゃいけなくて、しかもそれもまあ近きゃいいんですけど、片道昼間だと軽く1時間ぐらいかかるんですよ。ちょっときついなーみたいな。郵送でなんとかお願いしますってちょっと言ってみようか、相談しようかと思って、何かある方はそう相談してくださいって書いてあったから、ちょっと甘えてみようかと。ちょっと今長男を電車に乗せる気にはならないし、もちろん自粛の意味なくなっちゃうんで、あ、ごめんなさい、じゃあこれ同じように右側白入れて硬化します。今こんな感じで全部埋まりました、左。はい、硬化が終わりましたのでちょっと一旦剥がしますね。この時点でちょっとバリとか特にないのでこのままいきます。バリがあったら取ってください。あ、ちょっとあるか、ちょっとあるな。この時相手が枠とかじゃなくてレジンなので優しく取ってください。まあ枠の場合もね、強く取っちゃうとメッキとかだと剥げちゃうんで、はい、じゃあ取れましたので、でこれ今色を結構分けて入れたので表が結構デコボコしてるんですね。なのでこれは透明を引いて真っ平らにします。これ透明なので真上からだと分かりにくいので、横からも見て全体に行き渡って本当にちゃんと真っ平らになるように透明引いてください。この先端までちゃんと強度が増すので、まあ、一層これで増やしたことになるので、層は重ねる、レジンはね層を重ねるごとに強くなるので、ここで今また一層増やしてるので分厚くなります。はい、こんな感じで全体に行き渡りました。気泡ができたら取っちゃってください。でこれでカットこっちも塗って硬化します。はい、硬化がこっちの面は終わりました。もうツルツルの真っ平らです。でここで何でツルツルの真っ平らにしたかというと、ここでペンが登場します。水性ペンです。この間ちょっと油性ペンしかなくて手元に、水性ペンを買ってきました。私がレジンのですね、難しいなんですけど、レジン4っていうやつで、水性ペンと油性ペンどっちならレジンににじまないかっていうのをやってて、ごめんなさい、それ見返してみて自分でも、で実際お客様のレジンコーナーにはこの同じペンが置いてあるんですね、水性マーカー、それがね見当たらなかったんですよ最近。そう
これのね、細い方でいきます。今この状態だと全くあの胡蝶しのぶさん派違うんじゃねって思うじゃないですか。ここでまず線を引きます。で、この時注意してもらいたいのはこの周りの緑の点々を入れた模様のとこと紫の部分ですね、そこには線は描かないです。で、定規も使わずいきます。なのでちょっとこれ水性で描くの初めてなんで描けるか、あ、描けるよね。当時の検証を自分でやっといて、あのでも店に足水性用意してあったからあると思って買わなかったんですけど、ちょっと今レジンクラフトお休みしてるので3密になっちゃうので、多分なんかで使っちゃったんだろうな、きっと。とりあえずあの蝶々の模様になるようにというか、あの胡蝶しのぶさんの画像がもしある方はそれを見本にヤフーとかであの画像検索してそれを見ながら描いた方がいいと思います。特にこう描かなきゃいけないっていう決まりはないので、着物の柄ですね、あの胡蝶しのぶさんの。こんな感じで描きました。で、これ今見比べてもらうと分かるんですけど、こっちだけだと何みたいな感じなんですけど、線を入れただけで、あ、胡蝶しのぶじゃない、もしかしてって思いませんもしかしてをつけるんですけど、はい、っていうマジックですね。マジックやべ、親父から、私じゃあそんな感じでこっちも描きますね。ごめんなさい、あの私の視聴者さんじゃない方、見てる方本当すいません、謝っときます。先にくだらんっていうことで、私のあの登録者の方々は多分分かってくれてるんでこれ魔法なんですよ本当に。これを書くのと書かないとですごい出来栄え変わると思うんですよね、その胡蝶しのぶさんの髪飾りを作るんであればね。ただの蝶々の髪飾りを作るんであれば別にいらない線です。ただ蝶々には本当にこうやってあの羽に模様が入っているので、まあそんな感じの模様です。はい、こんな感じで描いてみました。で、問題はここからなんですよ。この間油性ペンで描いたので、あのちょっと早裏技を使ったんですね。前の動画を見ていただければ分かるんですけど、油性ペンで使った場合の裏技は、もう家にどうしても油性ペンしかない、水性ペンは買わないっていう方は、あのね、1個前の動画じゃない、2つ前の動画、ライブ配信のやつ見てもらえば裏技載ってるんで、今ちょっとそれ省きます。これ水性ペンなんで、このままレジンを乗せてみます。にじまないはずです、昔の検証を私も自分で見たので。これが油性ペンだったら確実にこれでもうにじみます。自分でやった検証が信じられないのかっていう感じの今ドキドキ感なんですけど、これでもうかなり上に透明レジンを引いてるので、もうかなりさっきのあの 0.3 ミリからはもうかなり遠ざかって分厚くなっています。で、それも無駄にレジンを重ねてるわけじゃなく、今はこの黒ペンで絵柄を描いたので、羽のこの絵柄は上からレジンでコーティングしないとペンで描いただけなので、じきに剥がれちゃうと思うんですよ、普通に削れたり。なのでこれでレジンでコーティングすると、この絵柄今ペンで描いたのも剥がれにくくなります。剥がれにくいじゃない、剥がれません、はい、剥がれません、にくくじゃないです。こんだけコーティングしてるんで、レジンで上からあのこの黒い模様が剥がれることはないです、ヤスリで削ったりしない限りね。はい、やはりあの水性ペンでやれば全くこんなゆっくりやってもにじみません。油性ペンの場合はちょっとスピードが必要なぐらいの速さでやらなきゃいけない裏技が、2個前の動画のライブ配信でやっております。はい、じゃあこれこっちもレジンで加工して硬化します。これでこっちの面終わりです。
で裏側も同じことします。全く同じことするので裏側までやってしまいます。全く同じです。透明引いて硬化して羽の模様入れてまた透明引く、同じことします。はい、両面硬化が終わりました。つうか日にち変わってます、すいません。5月10日の今お昼です。お昼回ってます。1時半です。こっちと両側同じデザインで、全く同じではないですけどね、手書きなんで、できましたので、じゃあこれをですね今度土台につけたいと思います。これそのまま練り消しに埋め込んだままいきます。でこれ必ず必須なのが魔法のペンですね。はい。で最初の時 0.3 なかったぐらいの薄さだったんですけど、まあ、シリコンマットで作ってるんですけど、今もうかなり強度上がってますね。あのさらに透明を20、30とやってるのでかなり硬いです。はい。思いっきりバキってやればそれは折れますけどね。じゃあこれで、これ以上分厚くすると逆に今度ここに羽を立たせるので、まああともう一回ぐらいずつだったら強度上げれますけど、あんまりにも分厚くしちゃうと今度ここに立たなくなっちゃう可能性があるので、ちょっと私はここでやめますね。これ以上分厚くするのは。なのであの紙につける場合もまあ優しくつける感じ、優しくっていうかもう普通にポニーテールを後ろに結わって普通に刺してて、普通にお出かけして帰ってくる分には全然そんなので大丈夫です。これをつけても寝っ転がるとかしない限り大丈夫だと思います。じゃあこれをここにつけます。レジンまず引いて、で魔法のペン でここでもう角度決めちゃうんで決めちゃってください。あんまり倒しすぎるとあのまあ1個前だか2個前の動画で作ってる平面のやつとあんまり差がなくなっちゃうので、 3D っていうのを活かしたいので、そこまで倒さず、そこまで、しかもあと立てすぎずですね。胡蝶しのぶさんがそんなに蝶々が倒れてるっていうか、まあほぼ平面に近い状態なので、はい、仮硬化でくっつきました。ここまあこんな感じで、で今もう一回こっちがこうレジン固まっちゃってるのでもう一回引きますね。でもこっからはもうガチガチにつけるっていうのを、意識しながら、ちょっとごめんなさい、ちょっと回しますね。私、右利きなんでごめんなさいね。で、同じぐらいの開き具合が、見栄えがいいと思います。閉じすぎず、開きすぎずぐらいですかね。はい、もうこれで仮硬化でつきましたね。そしたらさらにここレジンで もうがっつり止めちゃいます。じゃあこれで機械に入れます。でその後機械に入れて出したら、今度はここの、横ですね、ここの横、こっからレジンをあのなんかあのは爪楊枝でもいいですけど入れて、もう少しここの裏側ガチガチにします。こっちの逆側もガチガチにします。そこまでやります。もうこれで仮硬化でまとまってるのでこのまま機械に入れます。はい、完成いたしました。最後ここにもあのレジンチューってやって、これであの奥の方、ここもうガッチガチです。横下の部分もで逆側もやりました。で一番最後こうやって硬化したんですけど、こうやってひっくり返しても硬化しましたので、もうかなりこれは蝶の羽は上から見るとわかるかな、かなりガチガチにくっついてます。結構
構硬いです。かなり硬いです。はい。で、シリコンマットレ作ったんですけども、厚みはかなりあって、こっちの花びらの方も頑丈です。ただ、ここはね、どうしてもやっぱ華奢なデザインなので、まあ、一応分厚くはしてみたんですけど。で、あと、まあ、レジンのいいところって言っちゃあれなんですけど、もしこれ、ここが折れたとします。で、先っぽもし持っていたら、そのままレジンがもしお家にあれば、まあ、百均さんにも売ってます。透明レジン。ここにつけて、もしくはまあ、レジンでくっつけるのが一番自然な修復にはなるんですよ。レジン同士をレジンでくっつけるので。また自然にこうやって戻ります。綺麗に。上でまたこう、レジンコーティングしたりしたら、全然元通りに戻ります。それがレジンのまあいいところ。あとまあ、瞬間接着剤とかでもつかなくはないんですけど、レジンでくっつけたら、また上コーティングもできるし、復元はできます。はい。そんな感じですね。まあ、普通に使う分には全然、お出かけだけとかだったら全然いけますね、これは。ポニーテール後ろで言って刺すだけですね。強度はかなりあります。かなりあります。重い逆に重いかな。そんなことないかな。頭につけたら全然重くは感じないと思う。今手に持つと結構がっちりしてるなって感じですね。で、出来上がりました。一応100均さんだけで作ってみました。はい。あ、レジン抜かしてね。レジンはまあ100均さんにも売ってるので。で、そんなに対して合計でレジンはそんなには大量には使ってないです。シリコンシートなので作ってるのが。はい。ではこんな感じで出来上がりました。胡蝶忍さん風髪飾りです。つけたら可愛いと思う。あ、立つんだ。立った。はい。ということで今日使ったのは、まずシリコンシートですね。これはセリアさんに売っています。シリコンシートですね。 3D の蝶々が作れるシリコンシートを使って作りました。で、色はですね、これもダイソーさん以外の100均さんに今のところ売ってますね。セリアさん、ワッツシルクさんとかに売ってます。和の色という色で色付けをしました。で、ポニーフックの土台はセリアさんに売っているスクエアを使ってみました。丸い形とかもあった気がします。はい。で、ペンは、まあ、油性だったら、一つ前の動画にある早技を使ってもらえば、にじみは抑えられるんですけども、これからもし買うんであれば、水性ペン。水性ペンだったら、レジンはにじまないです。あと、私のレジン4で検証はしています。して、その通りで、全然にじみはなかったです。はい。ってな感じで、今日は胡蝶忍さん風髪飾り 3D を作ってみました。見ていただいてありがとうございます。この間のライブで、3D でできるっていうことが分かったので、今日は、ここの周りに模様を入れたり、いろいろしてみました。なので、ちょっと動画の内容は被っちゃうかもしれないんですけども、よかったら見てください。平面の方もよかったら見てください。平面のやつで、確かその早技、油性ペンで描いちゃった場合のやつをやってます。じゃあ、今日も見ていただいてありがとうございます。またね、バイバイ。可愛いんじゃない？普段使っても今は OK だと思う。鬼滅の刃が流行りまくってるから、流行りすぎているから。で、鬼滅の刃業者間の話でも映画が延期になって10月に伸びてるので、で単行本もすごい数今いっちゃってるらしいんですよ、売り上げが。なので来年は絶対まだ続くだろうっていう話。映画が終わってなんかアニメがもう一回再スタートするのかな、なんだっけ、無限列車の後が多分ね。そんな話を聞きました。また人気が出るといいですね。すごいいい内容の物語だと思うんですよ、私。前向きな感じで。まあちょっとグロいですけどね。じゃあね、バイバイ。かわいいね。しのぶさん。